アメリカの新聞が社説を載せました。東京五輪失敗は中国の大勝利なんだと。だからアメリカはね、しっかり支援しなきゃダメだと。おお、確信をついたことを言ってくれますね。はい、読みます。アメリカウォールストリートジャーナルは28日付の社説で、東京五輪に関し中止または再延期に踏み切るかは日本の判断だとした上で、アメリカは同盟国である日本を助けるためにもっと多くのことができるとし、バイデン政権が、オリンピック開催に向け菅政権を支援すべきだと主張した。社説はアメリカ国務省が新型コロナの感染拡大を理由に日本への渡航警戒レベルを渡航中止勧告に引き上げたことについて、日本が出場選手や関係者を受け入れ始める中で誤ったメッセージを送ることになると批判した。バイデン大統領が4月の日米首脳会談後に発表した共同声明で、安心で安全な五輪とパラリンピックを実現するための菅首相の取り組みを支持すると表明していたことも指摘し、バイデン氏が本気なら渡航中止勧告の撤回が五輪開催支援の良い出発点になるだろうとした。日本にワクチンの緊急支援を申し出ることも提案した。また中国が来年の北京冬季五輪を主催することを早期すべきだとし、権威主義諸国は自国の政治形態の優越性を誇示する場としてオリンピックを活用してくる。東京オリンピックの失敗は中国政府にとってプロパガンダ上の大勝利となるだろうと警告し、開催の政治的重要性を強調した。同時に東京オリンピックの開催は1年以上のロックダウンを経て世界が再び動き出したという重要なメッセージを送ることになると訴えた。そうなんですね。まあオリンピックをねやる意味っていうのはまあいろいろあって多岐にわたるんですけども、特にこのアメリカの新聞が指摘したのは政治的重要性なんですね。だからまあそういうことを、まあこういう話になるとね、オリンピックと日本人の命とどっちが大切なんですかってね、菅さんにだいぶ前からね聞いてましたよね。ほんなら答え最初から決まってんじゃない、日本人の命の方が大切に決まってるんですよ。だから、だったらオリンピックやんなくていいかと、それは別問題で、日本人の命をしっかりと守りつつ、ね、それで安全なオリンピックを開催する。もうこれ一択なわけですから、何を言ってんだって話ですよね。そんな、ね、だから菅さんも最初から何バカ言ってんだと、人命に決まってるだろうと、最初から言っちゃえばよかったのにね。もうゴニョゴニョして答えられなかったでしょ。あれよくないよね。まさか人命の方が下みたいになっちゃいますよ。どう考えたって人命の方が上に決まってるじゃないですか、そんなもの。人命なんかねどうでもいいと、オリンピックが上だなんてなわけないですよね。人命の方が重要に決まってるんだから、ほんの間髪言わず何言ってんのと、なめてんのかと、人命に決まってんだろって言わなきゃダメなんですよ。そこがねちょっと菅さんのね瞬発力のなさだよね。これね、小泉総理だったら、はお前バカかと、人命に決まってんだろとその場で言いますよね。まさか逆なわけないことぐらいわかるだろうとそれ正気で言ってんのって言って質問者をですね追及するぐらい、ね、小泉純一郎元総理は、私ねあの人嫌いなんですよ。女性天皇女系天皇やろうとしましたからね。でもねあのね小泉劇場の華麗なねこのね煙に向くやり方とかすごいテクニックなんですよ。そういうのをこれね安倍さんも菅さんもないんだよね。ね、人命と日本人の命とオリンピックとどっちが大切ですかって言われたら答えなかったじゃない。いやそれは、こうでこうでこうだからこうなんですとか言ってですね、もう官僚が用意したのを何度も読むんだけど、そうじゃないんだと、人命とオリンピックとどっちが大切なんか聞いてんだって言ったら、またこの官僚が用意したのを読むだけですよね。ほんのもはほお前本気で言ってんのかと、ね、人命の方が重要に決まってんだろと、舐めた質問すんじゃねえっていうね、そのぐらいの瞬発力でねかわしとけばよかったんですよね。だからね命を最優先にして、でどうやったらね人命をしっかりと守りつつね、日本人の健康を、守りつつオリンピックを開催するかだというふうに言えばいいわけなんですよね。ところがそれについて答えなかった。そこで
もしかしたら菅総理は人命をね、危険にさらしてでもやるつもりじゃないかとかっていうふうにわーっと新聞に書かれたわけですよ。盛りかけの時だってそうでしたよね。やっぱりね、菅さん官房長官してたわけですから、まあ、安倍さんもちょっとね、そういうね、上げ足取られる時の対処は安倍さんもちょっと下手くそでした。小泉だから、ね、ここは、ね、安倍さんの、ね、人の良さなんですよ。ちゃんと説明しようとして言い過ぎちゃうんですよね。小泉さんの場合バッサリいきますからね。まあ、一個例を挙げると、なんだっけ、自衛隊を派遣するとかなんとかいう話で、どこが戦闘地域でどこが非戦闘地域なのかって話になった時に、まあ、ちょっと小泉さんがもごもごした時に、総理あなたはどこが戦闘地域でどこが非戦闘地域か分かってないでしょって言われたらですね、そんなもん分かるわけねえだろって言ったんですからね確かにそれはそうだなと。イラクのどこが今ね戦闘地域でどこが非戦闘地域なのか今私がここで分かるわけがないだろうってやったわけですから。郵政民営化の時だとそうですよ。郵政民営化のね法案を提出する総責任者はね小泉総理だったわけですよ。ところがその法案説明書を読んでないなというふうに見た野党がね、総理とあなたは法案提出責任者ですよね、ところがこの法案この冊子読んでないですよねって言われたら、こんなもの読んでるわけねえだろうって言ったんですからね。私は誰だと思って総理大臣なんですよ、こんな分厚いこんな資料いちいち読んでるかと、読んでるわけないだろうってやったら黙りましたからねこういう瞬発力はあの小泉総理はすごかったですよ。あれは学ぶべきものがありますよね。はい、だからねこのね、人命と日本人の命とオリンピックとどっちが大切なんですかと瞬間答えなきゃいけなかったんですよ。はお前舐めてんのかと、もう一度言えと、え正気で聞いてんのかって言って質問者をね吊るし上げるぐらいのことをねしてほしかったよね。あ当たり前だろっていうねゴニ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 ペーパー読んでたからね、それがダメなんだよな。だからそのね、でそういうふうに最初に聞かれてからつい何日か前に、いや人命が大切だって言いましたけども遅いんですよ。もう2週間経ってんだから、そこにこの2週間の間にね、下がってきましたよ、あの政府の支持率が。やっぱりね、人命とねオリンピックとどっちが大切かってゴニョゴニョ言って答えなかったこと、多分それだけでねもう何パーセントも支持率下げてると思いますよ。2週間放置しちゃったからね。そうなんですよ、へったくそだなと思うんだよねその辺がね。はい、でちょっと話戻しますけれども、やっぱねこの政治的理由、オリンピックの価値っていろいろあるんですけども、その一つは政治的理由なんですね。これをね、あの日本で言うと人命軽視とかなるわけですね。オリンピックの価値はそんなもんじゃねえだろうと、スポーツとかね、世界の平和とかね、なんか、まあ、そういう芸術も含めてね、まあ、そういう文化がとかね、世界のワーガーとかね、なんかそんなことをいろいろとオリンピックの価値を言うわけです。アスリートファーストでね、いいオリンピックができるかどうかって言って、何が政治だってなるわけですよね。で特に人命を軽視して政治かみたいになっちゃうわけですよ。だから日本が言うとそういうふうになっちゃうけども、だからこういうことをねアメリカが言うっていうのが良かったんですよね。でアメリカはですね、反中国でも固まってますからね。もうトランプからバイデンになったって反中国はこれ変わらないですから、ですから、これね、もし東京オリンピック失敗したら中国の高笑いが聞こえてくるんだよと、習近平大喜びだけどいいのかと、ね、だからアメリカの、ね、主要新聞のうちの一つがこういう切り口でね、アメリカ人、中国人大勝利で、中国大勝利でいいのって、それでいいわけって、いや絶対ダメでしょそれはと、じゃあちょっと日本応援しようっていうふうにね、いやこれを日本初ではなくアメリカが言った政治的理由ね、これ日本はコロナに負けたことになるんですよ。それで来年中国がオリンピックやったら中国はコロナを制したことになるわけですね。これも政治的敗北なんですよ。それでいいんですかって話ですね。でも日本はそれ言いにくい、そのために人死んでいいのかよってなっちゃうから、だからアメリカが言ったことが非常に大きな価値がある、よくぞ言ってくれた、はいね、
っぱこういう時にね、やっぱアメリカって頼りになるなと思いますよ。やっぱ日本とアメリカでね、共通の価値観があるわけですね。やっぱこのね、中国というその、まあ、人権を踏みにじってですね、先制体制を敷いてるわけですけども、やっぱそれに対してアメリカもですね、日本もやっぱそれに対してはやっぱりノーですからね、で干渉しなければいいけども、干渉していきますから。尖閣もそう、アメリカだってほら TikTok とかファーウェイとかで蝕まれたわけですからね、ですから来ないならいいけど帰ってきちゃうからね、なので、まあ、共通の価値観があるので、やっぱこういう時強いですよね。習近平大勝利でいいわけって、よくぞ言ってくれた。やっぱアメリカはね、頼りになるなと改めて思いましたよ。はい。